どうも、レオンでございます。それでは、今終わったばっかりの、まあ、配信は翌日になってるんですかね。日本代表 VS、ウルグアイ代表、総括していきましょうか。まず、スタメンなんですけども、はっきり言います。まあ、三笘がね、まあ、スタメンで、で、ゴールキーパーがシミット。で、右サイドが、菅原。で、センターバックは板倉瀬古。で、左サイドに伊藤。ボランチが森田と遠藤。で、トップ下鎌田と。で、左が三笘。右に堂安。ワントップに、浅野。で、トップ下鎌田と。森安ジャパン始まって、今年が5年目ですか ?4 年間終わって。一番いいスタメンでしたね。間違いなく。これも間違いない。うん。で、どういうことかっていうと、穴がないというか、今までの日本代表って、権田がゴールキーパーの時点でも穴じゃないですか。大穴でしょ。もう欠点でしょ、うん。っていうところだったんですけど、まあ、そこをシミットに変えてきて非常に良かったですよね。これから3年間、経験積んでいければですね、まあ非常に安定感も出てくると思いますし、いいキーパーになってくれると。いうふうに思いますし、本当に安心感ありましたね、ゴール前。まあ、あの点はね、一点してしまいましたけど、バルベルデ。あれはどうしようもない、ノーチャンスですから。はい。まあ、でも、全体的に良かったんですよね。はい、まず、スタメンが、森安ジャパン史上、最強に良かったと。なぜなら、ゴンダじゃないから。はい。で、細かく見ていくとですね、まあ、菅原なんですけども、あの国際 A マッチの中で、まあ、持ち味の攻撃力とかね、生かしながらよくやってたんでしょうけど、気になったのは、フィジカル。うん。やっぱなんか、ちっちゃいね。うん。多分身長がね、178か9なんですよ。180じゃないと思うんですよ。で、プラスちょっと線が細いというか、だから競り合いとかでも結構負けてるし、だからどっちかって競り合いを避けてるような。まあ、いい選手ではあるけど、定着かって言われたらちょっと難しいかな。で、案の定、最後、橋岡に変えられましたよね。むしろ橋岡の方が良かったね。短時間でしたけど。まあ、俺はベストスタメンは確か菅原って言ってしまったのかな。でも、右サイドどうやら橋岡で解決しそうかな。多分、てめえらはさ、多分橋岡の、じゃあ菅原の方がいいとかって言うかもしれんけど、もうサッカー分かってる人間からしたら、橋岡やから。これ間違いないわ。はい。で、センターバック、板倉と瀬古、良かったですよね。特に瀬古は球際でね、非常にハイファイトしてましたし、まあ言うて瀬古まだ22歳かな、若いんですよね。だからまだまだ経験値的には足らないし、もっともっとね、3-3からステップアップしていかないと、ダメなんですけども。まあでも、3年後って考えた時にね、一番いい年齢になってる可能性もありますから、まあ非常に良かったですよね。まあ1点取られましたけど、ディフェンス自身は、ディフェンスそのものはね、まあ非常に良かったんじゃないかな、9大点じゃないかなと思いますね。で、左サイドの伊藤、まあここは難しいですね。まあ慣れが必要というか、やっぱファーストチョイスはね、多分中山なんでしょうけど、中山ちょっと今怪我してますからね、ちょっと当分は戻ってこれないし、まあそれまだ伊藤が務めるかなっていう感じがしますね。ただまあ、フィジカルの部分ではほとんど負けることはなかったんですけど、まあ、ビルドアップの部分で悪くないんですけど、なんかビルドアップを意識しすぎて、なんかもう近場のパスばっかりになってたっていうかね、まあそういう風にしろって言われてた部分もあったと思うんですけど、まあでも伸びしろはね、全然ありますし、もう少しでもなんていうのかな、迫力が欲しいよね。なんか淡々ってやってる感じがして、ちょっと物足らないかなっていう感じはしますね。まあここのポジションは彼は絶対的ではないし、俺個人的にはね、今セルティックでプレイしてる誰だっけ小林勇気かな若いやつね。あれとかも全然いいかなと思うんですよね。左利きなんで。あれもたっぱりますしね。あれなんか一回試してほしいね。ポイチ、呼んだれ。で、中盤、遠藤航。まあ悪くはないですよね。ただね、年齢的なこともあってちょっと体が重そうかな。あと3年後でしょ。今30なんですよ。ちょっとどうでしょう。森安がおそらく、チームのキャプテンに定めてないっていうのはそういうところかなって。まあ俺はキャプテンも、板倉でいいと思うんですけどね。まあ遠藤、まあベテラン枠として残るのはありかもしれないですけど、ちょっとスタメンはちょっと厳しいかなって感じですかね。で、森田。やはりね、ウルグアイフィジカルが非常に強かったんで、
ちょっと、なんていうのかな、ボールのさばきとかっていう面ではまあまあ全然いいんですけど、ボールを取るっていうところに関してはちょっと取れなかったですよね。だから森田もいい選手なんですけど、やっぱ相手のレベルがね、こう上がるとね、なかなかあのフィジカルはちょっとしんどいよね。176とか7とかやね、そのぐらいのシリーズがあるよね。ちょっとしんどいね。むしろ途中から入った田中碧の方が躍動感あったかなって。まあだからこそ田中碧ってね、クラブではなかなか厳しいけど、代表に呼ばれてるっていうのはそういうところかなと思うんですね。はい、中盤でね、180のフィジカルがあって、ボールが取れるっていうね。で、こっから前線なんですけど、鎌田、ちょっとゴミやな。使えへんな、これ、正直。うん。やっぱ所属チームでいまいちこうね、フランクフルトでも不完全燃焼のシーズンなんで、体にキレがない。で、一番良くないのは、推進力がないんですよ、鎌田って。うん。ただボール持ってさばく、ボール持ってさばく。そのぐらいなんですよね。それではね、ちょっと不安かな、今後に向けては。むしろ、鎌田をどこが獲得するっていう話やね。プレミアリーグは無理でしょ、絶対。あのフィジカルじゃ。で、スペインのトップクラブとかなんなん。ただやったら雇うかもしれんけど、ねえ、どこ行くねんって話よね。ちょっと今日のプレ見てたら。やっぱちょっと推進力ないかな。で、左サイド三笘、ここも完璧よね。もう戦術三笘。もう間違いない。もうこれしかないよ。だから、三笘がこけたらもう終わりよ。で、右サイド、堂安。俺ね、堂安前から言ってるんですけど、右サイドはね、意味がないと思うんですよ、堂安って。突破力ないから、堂安は。ただ勝負強いし、おい、堂安はね、まあもちろんあの、右サイドの途中からってもあるかもしれないですけど、トップ下が一番いいと思うんですよ。トップ下が。一番合ってるかなって、思いますね。右じゃないと思うんですよ。だから、チャンス生み出せないでしょ。右からじゃ。全部左からでしょ。そう。で、浅野拓磨。まあ今回ね、前田大然が怪我だったっていうのもあって、まあ体重不良かなんか出られなかったんでね、まあ浅野拓磨でしたけど、まあコンディション云々もあったと思うんですけども、そうね、スタメンじゃないよね。スタメンじゃなかなか何も起こせないかなって。まあサブがいいかなという感じかな。で、まあこれからね、浅野拓磨も28か9ですよね。ワールドカップの時多分31か2でしょう。まあ自然とフェイドアウトする可能性大かなという感じがしますね。はい。でも俺はね、今日1対1で引き分けてみんなね、こう、いろいろ不満あると思うんですよ。でも俺はね、意外と9大点。スタメンのチョイス良かった。で、分かってきたこともあるしね。で、途中から入った選手の評価で言うと、橋岡。これはいいね。次のコロンビア戦スタメンで多分出るんじゃないかな。橋岡の方が球際強いし、フィジカル強いしね。対世界って考えた時には右サイド彼でいいんじゃないかな。菅原よりも。菅原ベンチの方がいいかな。攻撃的に行くってなった時にも菅原でいいんじゃない。で、伊藤純也。彼はね、今日ちょっとサブに回っちゃったけど、もうスタメンでいいわ。ポイチよ。彼は全然ね、吹け込むような感じじゃないし、多分次のワールドカップの時に多分33ぐらいかな。かなりいってる方だと思うけど、まあその時にもしコンディションが落ちてればね、ベンチとかでもいいと思うんですけど、今全然悪くないし、スタメンでいいかな。トップ下堂安でいいと思う。で、田中を。まあこれさっき言ったよね。やっぱ推進力あるし、ボール奪えるし、スタメンでいいんじゃないかな。遠藤、田中を。で、トップ下堂安。で、いいんじゃない?で、中村圭太、これ採点不能やな。採点不能。ちょっと、あまりも時間が短すぎて、全然って感じかな。ただなんか、短い時間ながらも、戦う感じはしたけど、ちょっとどうかな。三笘とかと比べると、ワンランク、ツーランク落ちそうな気はするけど、まあ仕方がないんですけどね。でも、三笘のね、代わりがいないと、ずっと三笘を使わざるを得なくなってしまうんでね。そうなると長期戦では勝てないんで。どれだけ三笘の代わり、伊藤純也の代わりがね、他の選手に務まるかっていうところなんで。やっぱ結局サイドアタッカーなかなかね、なかなかいないね。本当に。これはなかなか問題だなと思いましたね。で、西村拓磨。これね、なかなかいいよね。いいチョイスした。森保。彼がね、同点ゴールだったし。俺ね、もう久保建英切った方がいいと思うんですよ。まあ、今回、まあ、インフルかコロナか分かんないですけど、久保はね、そうね、何かを生み出すかって難しいよね、ちょっとね。久保はもうちょっと、お別れでいいんじゃない?もうこれからもね、スペインで頑張ってくれって感じで、ちょっといらないかなっていう感じがしますね。今の現状をどこで使うってね、トップ下でも多分、ファーストチョイスでもないし、別にいらんかなって感じですかね。
上田綺世、まあそうね、らしさは発揮してたのかもわかんないですけど、結局ディフェンスの能力が低いよね。まあ、西村のように追い回すとか、そういう力がもうちょっと欲しいよね。うん、まあそれこそ覇気というかさ、途中から出てきた一気に流れを変えてしまうような、そういうなんか、エネルギーが感じられなかったよね。うん、まあ多分ゴール前で、いい形でね、ボール持てばシュートとかっていう形になってくると思うんですけど、なかなかそんな甘くないんでね、世界は。もうちょっとなんかこう物足らないかなって。やっぱ結局前田大然かなって思っちゃいますね。はい。俺、上田綺世はちょっとなんかもう、これが限界かなっていう気はしてるけどね。ちょっと変えてもいいかなって。まあ次の試合は多分ね、他の選手が出るんでしょうけど、ちょっと町のあたりはね、見てみたいなと。まあでも町のもね、またちょっと微妙かなっていう感じはしますけどね。で、まあおそらくね、町田とか藤井とか半田とかも、番組、この辺はね、呼んでみただけという感じで、まあキーパーもそうですけど、おそらくキーパーね、1試合連続、シミとダニエルになると思うんで。今はそんなコロコロ選手変える時じゃないね。ある程度固めていかないとね、あのチームの土台がなくなってしまうんで。っていう感じかな。ただ、そうね。まあこんな感じで3年間いくかなっていう感じと、森保が心配かなっていう。まあ結局攻撃のオーガナイズしてんのは七海やから、森保ノータッチやからね。結局。疲れてきたら帰るとか、まあそんなレベルしかできひんから、まあ非常に心配かなっていう感じはするけど、まあ次のワールドカップも結局多分ベスト16ぐらいで終わるかなっていう感じがするね、この感じやと。ただ、成長してるよ、森保は。間違いない。森保は成長してる。これははっきりしてる。そうそうそう。まあ、あとは本当に選手がね、どれだけ伸びていくか。伸びしろあるからね、若い選手多いし。かなと。ただ、中盤の遠藤と森田が気になるのは、ちょっとこの替えをね、作っとかないとしんどいかなと。俺、中盤はね、浦和レッズの伊藤、厚木屋とかなんか、名前忘れたけど。で、ごつやついるよね。彼、使った方がいいと、呼んだ方がいいと思うよ。彼いいんじゃないかな。彼のように、中盤でボール取って推進力のあるっていうかね。日本のね、システムとかサッカーのレベルで言うとね、今日ひたすらボール回してるだけなんですよ。おそらくナナミがボールをしっかり繋いでいこうと。だからその言われた通り中絶にやってるんだけど、結局回してるだけで怖さがないんですよね。で、もっと言うと、どっかでスイッチが入らないと、サッカーでスピードアップしていかないんですよ。お前らわかるかわからへんけど。で、そのスピードアップするスイッチ入れるやつがおらんなんですよ。本来なら、中盤の誰かがスイッチ入れないといけないんですけど、スイッチ役がいないっていうか、鎌田もやっぱスイッチ役にはなれへんやなと思って。ちょっと鎌田ちょっと微妙やね、マジで。スタメン、まあ、むしろ、スイッチ何やったらドアの方がスイッチになれるかなっていう感じはするよね。そう。で、中盤のね、この二人、森田、遠藤も、ボールはそれなりにそこそこ取れるかもしれんけど、推進力がないのよ。田中碧のような。だから全然攻撃がこう、進んでいかない。ただボール取りました。はい、また繋いでって。パス回してる頃にはもうね、ディフェンスラインブロック作ってるから、相手。全然もう怖くないし。だそういう点ではね、ちょっとそうね、心配かな。かなり心配かな。まあ、修正できたらいいんだけどね。修正できるかな。一番怖いのは、次の試合今日と同じスタメン。もうそれが一番怖い。やめてほしい。まあもちろん、そんなには多分変えられへんと思うんや。今回はホームで 1-1 でしょ。で、次の試合またコロンビアでしょ。全く、ね、スタメンまたゴロッと変えるの。それはないから。それを考えると、ワントップと、鎌田と、森田、その辺はちょっと変えてもいいかなと思うけどね。まあ残念ながらバングーナとかまだまだね、そんな国内でやってるレベルで、いきなり代表デビューとか1000年早いんでね。そんな甘くないから。まあそういう点では森保のこの、投入のやり方ってもうだいぶ分かってきても序列があるからね。すごく分かりやすくていいよね。でもちょっとなんでかな、まだ修正がいるかなって。人の配置の仕方、そこだけじゃないかなって。まあそれに気づけたら森保もね、名将になれるんでしょうけど、どうでしょうか。気づけるんですかね。まあ今日と同じスタメンってやばいよ。それははっきりしてる。別にウルグアイも強くなかったしね、ぶっちゃけ。そこまでね、あのラッキーパンチのフェデリコの、バルベルデのね、ゴールだけやから、強くはなかったし、まあそんな相手に勝てないっていうところがね、さすが森保っていうところなんですけども。まあ次のコロンビア相手はね、まあ少しウルグアイよりもさらに落ちると思う。もう落ちるんかな？同じぐらいかな？
ちょっとわかんないですけども、うん、まあちょっと修正が何人かいるかなという感じがしますね。なんでまあ右サイドには橋岡で、ボランチの残りは遠藤と田中碧、うん、でトップ下堂安で右サイド伊藤、これかな今の最適解は。でワントップ、コンディションが戻ったら前田、まあ戻るでしょうね、はい、でいいんじゃないかな、うん、間違いなくそれやと思うけどね。で途中から鈴木圭とか、あれをもうちょっと長い時間で見たいよね。まあ西村ももうね動き分かってきてるし、うん、でまあ町のあたりも次の試合見たいね、うん、まあ半田とかその辺はちょっと専念早いかな。でも町田直樹、町田博樹かな、このごついやつ、これ一回ちょっと試したいよね。まあ後半途中ぐらいから瀬古に変えるとかね、板倉に変えるとか、まあそういう鳥が出てきたらいいかなという感じがしますね。次は確か大阪かな、うん、中3日っつってたな。だから今日決めでしょ、土日月か火曜日か、大阪の緊張スタジアムやったっけ、あんなとこでやんにゃん、あそこ多分スタジアムしょぼいよね、2万人ぐらいしか入らんじゃん、アホなんサッカー協会って、何のとこでやんの、あの遠い中でさ、大阪でやんやと、あの万博の何やったっけ、あのガンバ大阪のパナソニックスタジアムやったっけ、あそこ多分4万人ぐらい入るでしょ、なんであっち出らへんのみたいな、わけわかんないよね、意味不明だよねマジで、謎よね、はい、っていう、まあ初戦かなと。まあ森保相変わらず、まあ迷走は続いてるけど、まあさすがに継続してやってるだけあってね、とんでもないメンバー選んだりとか、とんでもないシステムしたりとかっていうことはなかったかなと。森保ジャパン史上最も最適解なスタメンをね選んできたかなと、うん、ようやく権田が外れたんでね、もうそれだけでも良かったなと。今日権田使ったら多分5点は取られてたよマジで、うん、っていう感じなんで、まあまあ、まずまずの立ち上がりかなという感じで、まあ、侍ジャパンがこんだけ盛り上がってるんでね、WBC で、だいぶ差をつけられましたけども、これから徐々にね、サッカーの方もヒートアップしていければというふうに思いますね。はい。まあ、そんなところかな。まあ、ウルグアイで言うと、バルベルデ、まあまあ、非常に圧巻でしたね。で、左サイドのオリベイラ、これ、オリベイラか。ナポリでね、スタメン取ってますし、キーパーはね、そんな無名なやつやと思うんですけど、ごつかったですね。デカさにびっくりしました。まあでも、総じてやっぱりフィジカルが、やっぱり向こうの選手でかいよね。こんなワールドカップで本ちゃん、マジで当たったらもうやばいよ、本当に。日本もちょっとね、もう少しフィジカル強いやつ揃えないと、森保チルドレンばっかり選んだんで、ちょっと厳しいかな。中盤やっぱ伊藤必要やね。あのでかいやつ、浦和の。っていうのは、すごく感じましたね。はい。っていうところですかね。はい。まあまあ、まあまあの立ち上がりかなと。多分ね、君たちのような庶民、いや、サッカーの知識のないね、ティフォージは、いやいや、引き分けてないから、ホームでね、6万人で、シャレならんやんかって言うけど、俺クラスになると、いや、まず森保が監督やからっていうのも、そこがね、まず前提にあるから、森保にしては、上出来のスタートよ、これマジで。うん。俺いいスタートやと思う。こいつにしたら最高。スタメンもね、ミスもなかったし。っていう感じで、ただまあ次のね、コロンビア戦、どんなスタメンでやるのか、っていうところ。で、今回のやっぱり修正点、ちゃんと生かされてるかどうか。まあそういったところも、課題は残るんで、どうなるか。見物ですね。ただなぜ、セレッソのホームでやんのっていう、あんなクソみたいな、スタジアムでさ、せめてガンバのところでやるよ、みたいなさ。関西でやるんやったら。関西で多分一番使えるのって、ガンバのとこだよね、確かね。他多分しょぼいよね。京都もしょぼいでしょ。で、ヴィッセルのとこも別にそんな入んないでしょ、あれ。キャパ的には一番多分ガンバが、ところがでかいよね。っていう感じ、かな。はい。はい。まあそんな感じで、はい。日本対ウルグアイの、総括でした。